まずはじめに皆さんに申し上げたいのは、アメリカによる核の傘理論は欺瞞だということなのだ。日本の仮想敵国ははっきりと言ってロシア、中国、北朝鮮なのだ。そして彼らは全て核保有国であり、アメリカ本土を射程に収める核ミサイル技術を持っているのだ。つまりアメリカがこれらの国に核を使用すれば、アメリカ本土が核の報復を受けるのだ。アメリカは長年にわたり多くの戦争に関わってきたが、一貫して自国本土を戦場とするリスクを回避してきたのだ。すなわち日本が攻撃を受けたとしても、アメリカは核保有国に対して核を使用することはありえないのだ。核の傘は対米楽観主義者の作り出した幻想なのだ。では日本が攻撃を受けた時、アメリカは何をしてくれるのか、歴史を見るのだ。アフガニスタン、イラク、シリア、ウクライナ、アメリカはこれらの国に行ったのと同様の中途半端な軍事介入を行うのだ。アメリカ本土に戦火が及ばない程度の介入なのだ。そしてこれまで同様、それは失敗し、多くの日本人が犠牲になるのだ。人は自分自身が多大な犠牲を被らない限り、失敗を繰り返す生き物なのだ。アメリカは日本を守ってくれない。にもかかわらず、さもそのような期待を抱かせることで、アメリカは日本に国際社会におけるパワーゲームへの参加を、アメリカ側につくという形で事実上強制しているのだ。これは日本の国益を大きく損ねているのだ。例えばウクライナ侵攻に伴うアメリカ主導のロシアへの制裁についてよく考えてほしいのだ。日本が制裁をしたところでウクライナの平和にはほとんど影響がないのだ。そして日本にとってはアメリカ側につくことで目先の揉め事を回避すること以外何のメリットもないのだ。岸田政権は選挙対策でガソリン等の物価高対策を講じると言っているが、資源大国であるロシアとの関係をあの時に再構築しておけば、それが最高の物価高対策だったのだ。表面上はロシアを非難しつつ、裏ではしたたかに新しいエネルギーの輸入経路を確保しておけばよかったのだ。日本政府は国際パワーゲームの中で馬鹿正直に米国に追随したばかりに、自国民の生活を苦しめることになったのだ。ここまで僕は日本人が考えるべき2つの問題を提示してきたのだ。一つはアメリカは日本を守ってくれない。もう一つは国際パワーゲームに参加し続けるデメリット。そして僕はこの2つの問題を共に解決する唯一の解決策を提起したいのだ。それはすなわち核武装なのだ。アメリカは日本を守ってくれない。言うまでもなく国連安保理も機能していない。そうであれば自分の国は自分で守るしかないのだ。維新の会や一部の自民党議員が核共有理論を持ち出しているが、右のお花畑の心をくすぐる以外に何の意味もない理論なのだ。すでに述べたようにアメリカは日本のためには核を使わないのだ。アメリカと核共有をしたところで日本の安全保障は何も強化されないのだ。自国を守るためには自国で核兵器を保有するしかないのだ。そして核保有国となることで日本は現状の非合理的なパワーゲームから脱することができるのだ。それは日本が侵略国になることも国際社会の敵になることも意味しないのだ。日本は自立した独立国となるのだ。そしてそれは日本が真の平和国家となることなのだ。日本は自国の平和を守り、また同時に自律的判断、自らの正義感に照らして普遍的な国際平和を希求していくのだ。主体的に国際関係を構築し、国際協力をしていく国になるのだ。さあ、核武装をしよう。僕は真に平和を愛する日本人の諸君に呼びかけているのだ。核兵器を持つことで
平和な日本、平和な世界を共に作っていこうではないか。